こう。いや、海に行きたい。結構歩いてる人多いんやな。てか海のところでは話になってみたい。神純文学秘密え？分かれ道？あ、なんかちょっとあるだけ。広いね。ここ渡ってみようよ。これって塩水だね。染み込むのか痛むだろ。これ、これなんだろう。ちょっと待ってくれ。バリ汚いんだが。もうやだ。いやね。
この池やな。パカッと開いてお花みたいな。見てあげようか。うん。桜を持って、そんなこと。プルベリーです。そんなこと違うの。でも実だけ置いてない。はい。ウサギは違うの。ウサギ。これはマンキークルーズみたいな。酔いそうだ。マンキーゴンズイや。ゴンズイ。ゴンズイ。違う？ゴンズイ。ゴンズイ。ゴンズイ。あ、もう塔が見えた。あの浅瀬を渡る。東尋坊さん、え？違うか。なんかやってるわ。
まで案内したら。これはちょっとレベル高いな。イレブン、トゥエルブぐらいじゃん。こんなんやったらな、ナインぐらい。行きそうやな。東尋坊バットです。登れるもんな、登ってみんな。やっぱり無理。最後から行けへんの。なんか降りれる？降りれた。ここ行こうか。
ここやな。ここを下らなきゃね。それよほな、こっちから普通に、はい、切るよ、一回切る。ナイスナイスはい、どうぞ。ありがとう。ウジ虫がいっぱいいる。ウジ虫になった。あ、落ちた。何これ、なんて花。ママ、こっちかこっち、どっちが欲しい。キョウタン、こっち。はい、どうぞ。
見て、夕日が綺麗。綺麗、めっちゃ綺麗。言った通り言った通りや。振り返った時変な顔して、まちゃん振り返って。見てはいけないもん見てしまった。まーちゃん見て、一番長いやつが出た。ここ開ける？